はい、どうもこんにちは。はじめましての方ははじめまして、さささと申します。今回は、ライトニングリターンズ FF13 ライトニングリターンズの発売日の、11月21日だったかなまで、2ヶ月を切ってきて、先日はエンタメウィークを9月22日まで80時間ぶっ続けで、YouTube で実況するという番組、なんだかんだ言って結構な時間見ていたんですけれども、まあ、そちらに触発されてというのもありますが、久々にやってみたくなりましたので、実況 FF13、13-2 と実況、まあ、ゆったりとペースしたペースでアップしていけたらなというふうに思っています。で、ライトニングリターンズは本当は初見でプレイしているところで実況したいなっていう気持ちもあるんですが、おそらく13-13-2 だけで相当な期間取ることになると思うので、おそらくライトニングリターンズは2週目、3週目、4週目以降とかになるんじゃないかなと思うので、そちらでもうずっと後ですね、実況として投稿するとしたらやっていきたいと思います。で、ファイナルファンタジー13はノーマルモードでやっていきます。おそらくイージーには変えないでいけるとは思うんですが、まあ、ノーマルで最後までいけたらなと思います。まあ、イージーモードでやったことないんですけどね。ちょっとムービー中は黙ります。目覚めてからの13日が世界の終わりの始まりだった。黙ってる。頼るからな。
横で見てろ。はい、というわけで最初のバトルが始まりました、バトルの基本操作を説明します。チュートリアル、チュートリアルは基本的に全部見ていこうと思います。で今のところの状況でお分かりの方もいらっしゃると思うんですが、この実況動画のうぶ主は非常に滑舌が悪く噛みまくります。今また噛んだし、それでもいいよっていう方は続けてみてください。イライラする方は、ブラウザバックすることをお勧めします。バトル中はノンストップで時間が進みます。時間が進むと ATB ゲージ、アクティブタイムバトルゲージっていうの略だったかな、確かが溜まっていきます。溜まってますね。キャラクターは溜まった ATB ゲージを消費して戦います。どのように行動するかコマンドを入力して決定します。ではコマンド入力法を説明します。一度に複数のコマンドを入力し連続して行動できます。攻撃は最適なコマンドがまとめて自動的に入力されます。コマンドは好みのコマンドを一つずつ手動で入力します。おとかマニュアルかみたいなもんですね。各コマンドの説明は画面上部のヘルプに表示されます。ここでは最適なコマンドが自動的に入力される攻撃を選んでください。方向キーの上下でカーソルを攻撃に合わせ丸でコマンドをセットされます。戦うが2個分セットされました。これ面白いですよね。今までだと戦うだと攻撃1回、まあ FF4 とかのあたりだと何ヒットとか3だったかな、 10何ヒットというかの2か16ヒットとか言ってたの。今後アビリティを覚えてコマンドの種類が増えると戦う以外のコマンドもセットされるようになります。また一度にセットできるコマンドの回数も増えます。次に攻撃したいターゲットを選びます。複数の敵と戦うときは方向キーの上下または左右でターゲットを選んで丸で決定です。今は敵が1体なので選ぶ必要はありません。丸で決定を押すとセットした2回の戦いを一気に実行します。行動が終わったらまたコマンドを入力して敵を倒すまで戦いましょう。コマンドを入力できるのはライトニングだけです。サッズ、アフロの方ですねは、状況に合わせてサポートしてくれます。健闘を祈ります。というわけで行動を命令できるのは基本的にリーダーのみですね。ミスった、ちょっと腕邪魔。今のうち説明しておくことあるかな。第1回目なのである程度説明しておきたいですが、下がれ。やってみやがれ。怒るなよな。スムーズにバトルに入っていくっていうのがかっこいいんだよな。これも最初のムービーとかでもそうでしたけど、すっごい映像が綺麗なんですが、通常の状態こういうバトルとかフィールド移動してる画面でも十分に映像が綺麗なので、これもう今画質を、まあ、YouTube にアップするっていうこともあり、あとパソコンの容量の関係もあってすごく落としてるので荒く見えてしまっていると思うんですが、ご自宅で特にいい画像の画質のいいテレビをお持ちの方はやってみることをぜひお勧めします。
あの別にあのスクエアエニックスの社員でもなんでもないんですが全く無関係なんですが、いや本当におすすめです。軍人さんなら市民を守れよ。あんた政府の軍人だろ。なんでパージに歯向かってるか、そこんとこを聞かせて。軍は抜けた。おい待てよ。おい父ちゃん、孤軍奮闘だ。あらら、道ないじゃん。ここ降りんのかよ。ああ。カメラセッティング、カメラの動きをカスタマイズできます。どうしようかな、リバースタイプ、ちょっとコンフィグで後で設定しようかな。あでもいや、リバースだと、ちょっとよく分かんなかった。上やると下向いて、下で上向く。あーなるほど、ダブルリバースだとまるっきり逆になるのか。こういうことか。なるほど。ダイレクトだと入力した方向に向く。 X リバースだと左右だけリバースになるんだ。あーどれがいいかな。久々にやるといろんなゲームやった後なんで、どれがいいのか。まあ、この辺であんまり時間取りたくないですが、ちょっと、あ、リバースだな。オートクリップ。オートクリップとは、さまざまな情報を自動的に収集する。やべえ、文字が潰れて読めねえ。あのパソコンの画面で今見ているので、あのテレビが画面が映んなくなってしまったので、パソコンの画面で今見ています。で、あの小さな文字があっさり潰れてしまうので読めなくなってしまうのはもうすみませんとしか言いようがないです。もう本当にあのスクエアエニックスさんにも謝りたいです。ごめんなさい。新たに情報を入手すると、画面左上に通知メッセージが現れます。収集した情報はメインメニュー三角のオートクリップで確認できます。こんなとこ進めんのか。こう今みたいに出た時に三角を押すと、まあ、オートクリップに情報がいろいろ追加されるよという説明でした。で今のうちにお伝えしておきたいことだと、なんだろうな、そうですね、FF13 は、何周かしています。基本的にあのプレイヤーさささは周回プレイをすることが多いので、 やり込みはそんなにやんない方です。で FF13-2 は一周はしてますが、二周してないんじゃないかな多分。だからあんまりはっきり全体を覚えてないんですよね。で、まあライトニングリターンズはおそらく出たらすぐやるでしょうという感じなので、その頃になったらもしかしたら更新頻度が遅くなるかもしれません。というわけで、あのやり込み要素の
後半にあるやり込み要素はあまり期待しないでください。あの気が向いたものだけやるっていう感じになると思います。こちらがセーブポイントですね。なんか今までと違ってちょっとさず背中で見えない、だいぶ近未来な感じですね。でショップもあります。オンラインショップみたいな感じで、いろんなお店が今ちょっと見てみよう。今1個しかないんですけれども、武器屋とかアイテム屋とかっていうのがこれからだんだん増えていきます。まあ、まずはセーブして今回はここまでにしたいと思います。セーブデータ4じゃない、新しくデータを作成します。消しちゃったらもったいないですね。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。